こんにちは柳ですさて今回なんですけれども皆さんの対局ですごくよく打たれがちなんですけれども実はあまり良くない打ち方というのがありますので解説をしていきたいと思います、まあ、それは何かっていうと、まあ、この黒ですねこの白に挟まれている状態の黒をこう一間飛びしていくとこの手ですね、まあ、この星にこのかかっている状態の石が挟まれている状態から、まあ、一間飛びしていくという手ですね 特にこっちのね、挟んでる側の白が強い状態ですね。この時の一見飛びというのは良くないんですね。で、この後どういう進行が多いかと言いますと、白が受けた時に滑っていって、受けて、これ実はあの、どちらの手順を打たれる場合も多いんですけど、先にすべきから行く方も多いですね。滑って受けて、一見飛びという手順もよく見かけます。まあ、要は、このように打たれまして、この当て込みから、 膨らみで形を作るというふうに打たれるわけですね。で、これは黒がいい形を作ったように見えるかもしれませんが、実はあまり、いえ、あまりというか、かなり良くないですね、これは。まあ、例えば白は開きぐらい打っておきまして、まあ、左辺にね、いい字ができますね。で、黒はなんとなくここで形を作って収まったように見えるんですが、 これまだですね、根拠が不十分なんですよね。まあ、この辺に打たれても二眼できないですし、まあ、こっちから行く手もありそうですね。こすんでから、まあ、またコとか打たれても、ここだけでは全く収まることができていないんですよね。まあ、そもそもなんか字としても全然できてないですし、ただなんかここにいっぱい集まってるだけで全然効率が良くない非常にまずい状況なんです、実は。じゃあどうすればいいかというと、基本的にここはですね、三3がいいですね。 えそして白が遮、まあ、ってきたら、張っていくというね。まあこれはもうおなじみの定石ですね。で、まあ白はここでこっち継ぐか、こっち張るか、どちらもありますけれども、まあ黒はこう飛び出していって、これで一段落ですね。ここまでが定石であり、これが互角の状況です。で、これさっきとどのぐらい違うかと言いますと、左側がさっきはね、白地になっていたところが黒地に変わってるという、この差がめちゃくちゃ大きいわけですね。 これですと、まあ、白地が最低でも15目ぐらいありそうなところが逆に10目以上の黒地に変わっているということですねつまり30目近い差があるっていうことなんですよ一方じゃあこちらの、ね、白の勢力をどう評価するかということですが、まあ、ここら辺はもともと白地がありましたよねなので、まあ、今増えたのはこの辺だけですよねこれは数字で表すのは難しいですけれどもどう考えても30目は全然ないですね しかもどうかするとですね、黒が先にこの辺とかに打った場合は、どんどん減っていく可能性があります。まあ、かといって白がまあ跳ねていったとしても、これむしろですね、この左辺の方が黒も発展する可能性が結構あるわけですね。といういろんな意味で、この定石の形と、先ほどのね、これはもう運例の差があるということですね。 で、まあ、これはね、黒が収まってないという状況なのと、さっきの定石はね、もう隅でしっかりと黒は根拠を持って収まっているという、この点も見逃せない大きい違いですね。で、もともとですね、白が挟んである状態で滑るというのは良くないです。えこれで三々に受けられてしまって、黒がね、滑っても根拠がここで作れない状態なんですね。滑るときというのは、白がこっちに受けてるときとかに滑って三々に受けたら二間開きすると、 いうところれでじゃあ白が挟んできたら三三で根拠を作るというこの左右がね見合いになって必ず黒が根拠を作れる状態になっているというのがこの滑りの意味なんですねでこの一間飛びする打ち方はですねこれは定石としてありますただこの手の狙いとしては次にかけていくとかまたは右側に黒の勢力があれば挟み返してですねこの白を攻めていくとか こういう考えのもとに飛びを打たないといけないんですね。これをただただですね、こう逃げよう逃げようという風に打っていきますと、白は自然にですね、左側も固まって、下の方もですね、字が固まっていくという展開になって、黒はただ逃げてるだけみたいな展開になってしまいますので、この飛びを打った後は必ずですね、この白にちょっとプレッシャーをかけていくような展開を考えなければいけないんですね。 なので、じゃあ最初のような配置でですね、この白がもう強くて攻めることができない状態だとしたら、そもそも飛ぶ手自体が良くないということなんですね。まあ、これはおそらく気持ちとしてはですね、白にこう迫られて、あ、やばい、この黒が弱いから守らなきゃと、こういう心境になると思うんですね。こちらの白が強い状況であればあるほど、この飛びとか滑りを打たれる方が多いように感じます。 しかし実際にはこれ全く逆なんですね。こちらの白が強ければ強いほど、この黒石は捨てて、三3に入らなければいけないんです。で、まあこの定石自体がですね、この形は知っていても、まあ黒がよく見えないというかね、ちょっと隅になんか縮こまっているように見える方もいらっしゃるかもしれないんですが、 これはですね、非常に立派な字なんですね。少ない手数で効率よく隅を確保してますし、そしてここにね、飛び出しているっていうのがポイントなんですよね。こう後から後から張っていって、白にこう伸びさせたりとかね、こう跳ねられて、まあ、白にこう封鎖されるような形ではなくて、飛び出すことができているというのも大きいポイントなんですね。 なので、この黒石がなんかこう白に飲み込まれてしまって、かわいそうな感じに見えるかもしれないんですが、実はですね、この黒はもう十分役目を果たしてるんですね。まあ、どういうことかっていうと、この黒がもしいなければ、白はここを守る必要はないので、押さえを先に打ってくることになりますよね。で、まあこんな風になりますと、これは本当に黒がね、閉じ込められてしまって、隅、これだいぶ小さくなってしまいますね。これは白が有利なわけですけれども、 この黒がね、いてくれるおかげで、白は、まあ、こうかこうか、何か受ける必要があって、この飛びを打つことができるっていうことにつながってますので、この黒はもう立派に役立ってるわけです。ぜひですね、この定石をちょっと軽く見ていたというかね、掲示していた方は、ぜひね、再評価して取り入れていただければなと思いますね。 これ本当にプロの碁でもよくできる使いどころがすごく多い囲碁のエッセンスがいろいろ入っている素晴らしい定石なんですよね。ということで最後にまとめたいと思いますが、まあ、この飛びからですね、まあ、また滑って張ってここで収まりに行こうというこの打ち方えかなりこれ流行ってるというかなんかまるで定石かのようにですね結構打たれる方をたくさんお見受けしたんですけれども これ本当にね、この部分だけで見ても良くないです。この打ち方は避けて違う打ち方をですね、模索してください。そして飛びそのものは部分的な定石としてありますけれども、この後はかけるとか、まあこちら側に黒がいれば挟むとかね、まあそういう積極的な手を狙うために飛ばないといけないんです。ということで、こちらの白が強かったら、まあこれいろんなパターンありますけどね、こちらの白が強かった場合は飛ばないで。 はい、三々に入っていくというのを積極的に考えてください。こちらの挟んでいる白が強ければ強いほど相対的にこの黒が弱ければ弱いほどこの三3に入る手が光ってきます。ぜひ参考にして打ってみていただければなと思います。ということで今回は以上です。この動画が良かったらいいねボタン、チャンネル登録、コメントをぜひお願いいたします。そしてオンラインサロンの募集もしておりますので概要欄の方からですね、ぜひチェックしていただけると嬉しいです。 それでは今回も最後までご視聴ありがとうございました。